クラレンス・リーロイ、リー・バンクリーフ・ジュニアは、多くの西部劇とアクション映画に出演した、アメリカ合衆国出身の俳優。生まれついてのその鋭い目をゆかし、真昼の決闘や、リバティバランスを打った男、俗、夕日のガンマンなどで悪役を演じた。本名、クラレンス・リーロイ・バンクリーフ・ジュニアとして、ニュージャージー州、サマービルに生まれた。第二次世界大戦が始まると、 アメリカ海軍に入隊し、カリブ海で任務に就いた。終戦後は会計士として働いた。1950年、ソノルックスから家族や友人に俳優になることを勧められ、俳優活動を始めた。ブロードウェイでの舞台、ミスター・ロバーツの脇役で初めて演技をした。初めて出演した映画は古典的西部劇、マヒルの決闘だった。 彼はこの映画で悪役を演じた。また、同じ頃、原始怪獣源あるにも出演した。1956年には、BQSF 映画、金星人地球を、制服で、ピーター・グレーブスと共演した。西部劇、SF に加えて、彼の初期の活動を代表する3つのノアール映画がある。1952年の、アリバイなき男と1953年の、 目撃者は語らず、1955年の暴力団である。彼は1950年代のノワール映画への出演によって地位を確立していった。また、彼は脇役、悪役を演じて観客に強い印象を残した。1959年、飲酒運転による自動車事故を起こして、膝を痛め、医師からは二度と、西部劇で馬には乗れないだろうと言われる。 この事故は彼を悩ませ、回復するまでに長い時間がかかった。バンクリーフは、俳優業を半ば引退し、妻のジョアンとインテリアの事業を始める。また、海や風景画も描き始めた。また、彼は、グラナダの家屋建築現場で誤って、右手中指の先端を切断してしまう。だがこれは後に、彼のトレードマークとして認知されるようになった。1965年、 彼の人生にとって最も大きな転機が訪れる。イタリアの若手監督、セルジオ・レオーネが、バンクリーフに出演依頼をしたのがきっかけだった。その映画は、夕日のガンマンであり、主演のクリント・イーストウッドと並ぶ、もう一人の主人公の役だった。さらにレオーネは、俗、夕日のガンマンでもバンクリーフとイーストウッドを起用した。レオーネの映画に出演したことによって彼は、 マカロニウェスタンの大スターとなった。その後は、新、夕日のガンマン、復讐の旅や、怒りの荒野、復讐のガンマン、サバタ三部作の2作品で、メインキャラクターを演じた。また、ジョン・カーペンター監督のカルト映画、ニューヨーク1997に出演し、1984年には、NBC の、忍者ジョンマックスで忍者を演じた。しかし、 忍者ジョーンマックスは13話で打ち切りになった。最終的にリーは38年間の間に90作の映画と109作のテレビドラマに出演したことになる。バインクリーフは生涯で3度結婚している。最初は1943年12月10日に高校時代の交際相手だったパッシール・スカールと結婚3人の子アラン、レボラ、デイビッドを設けた。 しかし1960年に離婚。その後、同年4月9日にジョアンドレーンと二度目の結婚をする。1974年に彼女と離婚し、その2年後1976年7月13日にバーバラ・ハブローンと三度目の結婚をした。1989年にバンクリーフがこの世を去るまで二人は別れることはなかった。 1989年12月14日に64歳で生涯を閉じる。自宅にいる時に心筋梗塞に襲われ、妻のバーバラが救急隊員を呼んだが間に合わなかった。彼は多くのハリウッドスターが眠っていることで知られるカリフォルニア州ロサンゼルスにあるフォレストローン記念公園へ埋葬された。墓姫は リーバンクリーフ1925年1月9日から1989年12月16日、最良の悪役愛と光をである。クリストファー・フレリング、セルジオ・レオーネ・ワン・スワポン、A タイム・イン・イタリー、ロンドン、テームズ・ハドソン・リミテッド、ISBN9 兆7805億51万2289。ありがとうございます。